どうも皆さんこんばんは、ごはんです。ということで今回もサイコザク制作の続きからやっていきたいと思います。いや前回の動画のコメントに割とね3期目でサイコザク行くのかといったね驚きの声と、そしてダボカットした方がいいよといったコメントをたくさんいただきました。でダボカットがいかなるものかと調べた結果、まあ、仮組したね機体をバラしやすくするために接合部分に加工を入れるといったものなんですが、私結構ねパーツもすでに組み立てちゃってるやばい。こちら今回はしっかりとエアブラシで塗装していこうと思うので、最終的にねバラさなきゃいけないんですよ。けどねこのガンプラってね接着剤なしにしっかりつくようにできてるから、この外す時にねパーツを壊しちゃったりする可能性はもう多分 80% ぐらいあるので本当にね組む前に本当は全部ダボカットすればよかったんだけど、今日ね作業していく分はしっかりとねダボカットしていきたいと思います。今日はここ左足の組み立てからやっていきましょう。ここの部分はですね足のこの可動域っていうのとフレームカバーですっぽり隠れる部分ではあるので、ここはダボカットせずに普通に組み立てちゃおうと思います。多分ねダボカットしたらガバガバになって足外れちゃうんじゃないかなと思う。さあこの黄金のパーツも最終的にはキンキラキンに塗装したいんだよね。コメントで知ったんだけど、なんかあの排気口みたいなとこってバーニアっていうらしいね。バーニア、バーニア、なんて言うんだろうな、熱で焼けてるじゃん。そういう加工もねいつか身につけていきたいと思いますね。さあそろそろこれダボカット案件かなとも思うんだけど、ここにフレームカバーつくでしょ。あ、そうだ、一回バラさなきゃいけないね、フレームカバーつけるってことは。え、でもさ、ガバガバにしちゃってもいいのかなって感じなんだけど、こう稼働、こう稼働するか。まあ接着すればいいのか。ということでじゃあここダボカット案件だね。 O の部分やるパターンと凸の部分やるパターンあるらしいんだけど、どっちがいいんだろうね。こっちを切る部分とこっちに切れ込みを入れるパターン、これ結構分厚いけどいけんのかな、ニッパーで。あ、入るわ。ちょっとやってみる。こういうこと？大丈夫かな？ダボカットデビュー大丈夫これ、映ってる？大丈夫これ、こんな汚くていいのかな。もうちょっといっとく？いやちょっとそれこそコメントで、ツイッターのコメントでもらったなんか薄刃ニッパーみたいなのいる気がするな。なんかこれぐらいでいいかな。いや絶対これニッパーいるわ、薄い刃のやつ。まあ本当に見えないとこだからいいんだけど、まあ私あの見えないとこのおしゃれにこだわるタイプじゃないので、あの冷蔵庫とか汚いタイプですね一見部屋は片付いて見えるんだけど冷蔵庫の中とかちょっと汚いタイプですね私。あーでもあれだよ、冷蔵庫の中汚いっていうのはあれだよ、なんかあのゴミがあるとか賞味期限切れのものがとかじゃないよ、あの整頓されてないって意味だから冷蔵庫の話どうでもいいよっしゃできた、すごい汚いよ断面がまあでも接着するから見えないからここはと言って自分で自分を慰めていくスタイル。 OK でこっちでしょ、こっちでしょ。あ全然いける。え、でも思ったより全然グラグラじゃないわ、もっとやってもいいぐらいダメだよね多分OK で、ここは本当はフレームカバーがついてからの作業なんだけど、そこは飛ばしますと。この飛ばした作業を回収していくのもね結構ね難しそうで、ここは曲げた状態で、ここもダボカット案件なのか。いやこれはね O の部分をダボカットするのはね多分難しそうなので、こっち凸部分に切れ目入れよう。小さすぎる。ここをね斜めにこう
カットするみたいで、一応ね読んだ、検索していろいろ読んでこれかよとか言われそうやけど、よいしょ、いいんじゃない、こんな感じ。多分すごい外れやすいんじゃないかなって思うんだけど、どうだろう、一回ちょっとナイフでやってみる。パーツセパレーター買わないと、ほら簡単に、ほらカパカパ取れる。いやー早い段階で気づけばよかった、気づけばよかったって自分では気づけなかったけど人に聞けばよかったてかすっごい今更なんだけど、このさゲートについたまま先にこれをわーって塗装してから組むっていうのもありだねなんかさゲートの処理をさナイフとか使って細かくやるようになってからゴミめっちゃ出るわ。プラモってめっちゃなんか細かいプラスチック編ね、こういうの、あのペット飼ってるお家とか赤ちゃんがいるお家はこれ気をつけなきゃいけないね、プラモデル。お、これ多分もう外から見える部分だからゲート処理めっちゃ丁寧にやろう。まあ、塗装で隠れるんだけど、ボコってしてると多分目立つから。綺麗に平らにしなきゃ。よいしょ。この間さ、ガンプラベース行った時にさ、あの粗めのヤスリも、紙ヤスリも買ってきたんだけど、この私はやっぱこのね、伸縮性のある、伸縮はしないな。なんていうの？弛緩性のあるこのネイルヤスリが使いやすいので、粗めの削りはこのヤスリを愛用しております。完成しました。ということでここからちょっと3分間クッキングで、こちら足の下の部分ですね、完成したものはこちらになっております。はい、こちらはですねもうすでに動画外で組み立てておりましたじゃあこれをドッキングさせていきましょう。こうかな、うん、こうだな。え、これ合ってる？こっちじゃないよね、こっちだよね。なるほど。割らないように気をつけないとね。オッケー。はい、できたー。あ、そしてなんとですね、こちらウエストユニット、こちらの部分をですねここまで完成させております。これね、もうね、くっつけていいんじゃないかな、まだかな。お、カラーページ。これはどうなんだろう、塗装してあるのかな。これ多分素組みの状態なのかな。いや、ちょっとマットっぽいな。わあ、すごいね。このガンプラ設計する人って。静岡行ったらそういうの見れるのかな。いやー、やっぱね、このね、バックパックがいかつくてかっこいい。あー、これ、やっぱ塗装してあるわ。全然違うわ、この最近覚えた言葉、バーニアの色、バーニアの色。いやー、塗装も楽しみだなー。ということでここ作ってあるから、お、くっつけていいって、くっつけていい、ボケボケボケ。これね、内股になっちゃうからね、間違えると。いやでも今回は本当にちゃんと読みながらやった。毎回ちゃんと読んでるけどもちょっと待って、逆や、ちょっと待って、逆ちゃう、これ逆やで、ちょっと待ってだってこのバーニアの位置おかしいじゃん。このえ、これ何が逆ねん、何が逆ねんっつって、え、これ後ろ、え、ちょっと待って、何が逆やん、逆やん、え、嘘、逆じゃないって言って、ちょっと待って、あ、違う、今作ったのは合ってる、あ、違う、ちょっと待って、そう、これ内側にこう来るでしょ、こっち逆ちゃう？あれ？なんでこうなるの？ちょっと待って内々に来なきゃいけないでしょ、この部分が。あ、いや違う、びっくりした、向きは合ってる、これだこれだ、これの場所が違っただけだ、よかった、びっくりした。これで大丈夫でしょう。いやー、ここのね、パーツが数字がね、1個違ってて逆についてた。さあ、オッケー、内股になってない、
もうそこ重要。ほら、なってない。なってないよね、うちまた。オッケー。さあ、で、どうだ。あれ、手がないじゃん。あれ、あ、しまった。手のページ飛ばしてた。しまった。でも、ここの、この、なんていうの、この、イガイガしてるとこ、結構この、見せ場みたいなとこあるからね。ここね、キンキラキンに塗装したいんだよね。ちなみに、キンキラキンとはあのメタルのことを表現してるんやけど。いやー、でもここが、これでしょ？こう、こうつくわけでしょ？やっぱ結構ね、背が高い気がするよ、ジムコマンドとかより。下半身がね、どっしりしてる。ちなみにこれね、まだもっとパーツつくんだけど、工程をちょっと飛ばしています。はい、ということで、まあ、ざっくりなんですけど、ここまで完成しました。多分この後にもっとこの腰のパーツに装甲がこうファーってつくのと、もっとこの足のね、アーマーももっとたくさんついてもっとね、どっしりとします。そして次回はね、手だね。手の組み立てと足のアーマー、腰を仕上げて、このバックパック以外の部分、本体部分を完成させたいと思います。ということで今日はここまでにしましょう。はい、ということで今回はサイコザクここまで完成させていきました。なんとかですね、この内股の難も逃れてここまで完成させられました。次動画撮るときはこの腕の部分かな、このトゲトゲの部分とか作るとこを収録できればなと思ってます。多分ね、この腰の走行とか足の走行はね、完成させちゃうと思いますが、お付き合いいただければ幸いです。はい、ということで今回も最後までお付き合いいただきましてどうもありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。チャンネル登録をお願いいたします。よかったら他の動画も見ていってくださいね。